welcome to big big in japan big in japan にようこそ今日はですね元ミスジャパンモデルインフルエンサーライターそしてですねあのウォーキングコーチなどもされているね多才の方にゲストとして来ていただいております今回はですね彼女の話で人生の成長だったりとか、まあ、成功について大いに学べるかと存じますのでぜひ ご期待していただいて、聞いていただければと存じます。では、ご紹介いたします。なつみさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ビッグインジャパンにどうぞ、いらっしゃいました。ありがとうございます。ます本当に。<laughs> そうしまして、今日は、調子の方はいかがですか。めちゃくちゃ元気で。めちゃめちゃ元気で。ありがとうございます。<laughs> あ、緊張も特に。なし。なしで。はい。ありがとうございます。す 本当にじゃあもうね、はい、早速いろいろご質問していあの行きたいと思うんですけれどもはい大丈夫ですかねはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、そうですねもう夏美さんもともと東京の方ではないということでお伺いしてて、はい、あの大阪からはいということでもう大阪でどれぐらい東京来てどれくらい経つんですかねもう十年弱とか経ちますね十十年びっくりです最年少です。 いつの間にかにもうね10年経ってたっていうそうですね10年前とか私もうガキ可愛かいい本当に言わんときますとか本当にうんガキクソでも <laughs> いや逆に上京してきて何をみんながいろんなきっかけで上京してくるかと思うんですよ私の友達の周りでもやっぱモデルやりたいとか <laughs> もう歌手デビューしてもうねもう世界で羽ばたきたいみたいな子たちがね どんどん東京にやってくるんですけど夏美さん的にはどういった内容で東京に上京してきたんですか、うん、私もやっぱりモデルでちょっと頑張りたいってやりながらはい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 一いは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 い一いはいねうはい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 はてきいは <laughs> いや逆にいは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 いいはいはいはいい いや、もう関西にもずっとおったのに東京来て、なんかカルチャーショックって言ったら言い過ぎかもしれないんですけど、うん、なんか大きな違いだったりとか、うわちょっとこう違うわーなーみたいな思った時とかありました。すごいたくさんあるんですけど、はいはいはい、はい、やっぱ一番の違いは人が、<laughs> やっぱり関西とか大阪の人はあのお笑いがすごい好きやったやっていうのを改めて実感して、うん、おしゃべりしてる時とかも。 半分ぐらい冗談やったりするじゃないですか何が本当なのみたいなそうなんですよだから最近でこそね知らんけどっていう言葉が流行ったりとかしましたけどアンナも普通に使ってたしそうやっぱ大阪って面白い街やったなっていうのは思いますねいや本当ですよねなんかもうこれこれこれやけどでも最終的に知らんけど。さなんやねめっちゃ無責任みたいなね間違いない本当に逆にその 関西折った頃なんですけど、小さい頃とか幼少期とかどんな子でした？うん、夏美さんは結構スポーツ少女でしたね。<お>スポーツ少女。うん、小学校の時はあのキックベースボールっていうスポーツをやってて、いいご存知ですか？う<然>そうあのまあ野球と百カウ加減ではあったようなスポーツなんですけど、そうなんですね。全然違うも想像してたかもしれない私 <laughs>、ね。あんまりメジャーじゃないんかなっていう。 私は子供ののはそは、町会、町内会みたいなので、バックベースボール部みたいなのがあったんで、<ー>私はすごいなじみがあるスポーツやったんですけど、東京来てから全然知らん人が多い内で、うん、確かに、サッカーと野球こじゃ、こっちは混ぜにしてええのみたいな。そうなんどれくらいやっとったんですか小学校6年間ですね。うわ そう、ね、ロじゃないですかそんな6年間もやってそうなんですよや逆にやめちゃった理由とかって何だんその後中学生になって部活入ったっていうのと、はい、そのキックベースボール部っていうのも小学生限定の,、うん、あのチームやったんでその延長で中学生はソフトボール部に入ってまた3年間がっつりがっつりがっつりやってました。 いや、うん、ほんまにもう色も真っ黒だし、えー、想像つかないもそんな,、ねなんえー、逆にそのスポーツ少女からどうやってこんな,なんかもう本当にお美しいいやいや本当にオセロみたいな感じでおりますけど,すけど <laughs> ほんまにはね、うん、すごい白く塗ってるんでね,ね <laughs> どうやってそのファッションなりに美容なりに至ったんですかね その中学3年間のソフトボールを結構本気でやってて、高校生、高校推薦とかもいただけるぐらい頑張ってたんですよ。す,すごいですねです。ピッチャーなんですけど、ほんまにやりきったなっていう感じで、で、そのまあ、やりきるためにいろんなものを犠牲にする場面で、あのおしゃれをね、<う>あ<ー>一番 後回しにしにてきたんで<わ>その中学3年間でやりきったし、うん、高校生はおしゃれする<お>っていうのでおお高校推薦はごめんなさいして勉強して制服がすごいかわいい高校に入りーーそこからですね今みたいな感じ美容が好きになったのは。ですよね。はい、やっぱり 高校とかも制服気にしてま,いりますよね<で>一番大事じゃないかっていうぐらい,い<や>当時の私からすると。<何>そうか。逆になんか毎日その身につける、なんかもう毎日おしゃれやと思うんですけど<や>毎回会うたびおしゃれでおしゃれって感じなんですけど <laughs> 毎日服身につけるときに何を考えて服身につけてますもうその日のテンションが上がるっていうのを一番のテーマにしていて。うん、結構 あのやっぱ関西人なんで派手なものが好きでな、うん、んで一個は絶対めっちゃテンションが上がるアイテムを入れるように例えばテンション上がるアイテムって何ですか色とかそうですねはいはいはいめっちゃ派手な色めっちゃピンクのワンピースに青のコートとかえー、可愛いカラフルしたりとかいいですねあのめっちゃキラキラなバッグ持ったりとか 隣もそうなんですよ。ね東京ではちょっとね派手すぎるかなと思う時もあるんですけど、ああおった大好きです。いいです <laughs> ね。そのね関西精神まだ残ってるのがね、もう永遠に抜けないです、ね。いやもうん。<laughs> それはもう大事です逆に今日、うん、のあの今この美しいねお洋服着ていらっしゃいますけども、<laughs> これはポイントとしてはどこが一番お気に召してご購入された あの浴衣なんですかねこれはあのミスコンに出てた時に浴衣を着る日があったんでとにかく目立ちたい<ー> SNS とかに載せてもらう時にパッて目につく方がアピールになるかなと思って華やかなあんまり他とかぶらないような華やかな浴衣を探してて出会った。 へえいやもうほんまに綺麗やんこんな色なんて全然東京の人あんまり気合わね目立ちますよねこんな着てたらねなわってねなりますよね。いやもう夏美さんこんな美しくてモデルとかもねやりたいから東京来たって聞いてますけどモデルになりたいきっかけって何だったんですかねやっっっぱりり昔かかからすごいい背がが高くててそそれ何よののきけう 若い時も小学生とか時は背が高いことがちょっとコンプレックスで、はいはい、逆に。コンプレックスでしたね。私自身は当時は可愛い感じのフリフリなお洋服とかすごい好きだったんですけど、やっぱ背が高いとちょっと似合わんだったり、今みたいにファーストファッションとか海外ブランドが着てなかったんで、フェイズがそもそも 足りないとかああ、ズボン、裾ちょっと短すぎるとか、ね。ワンピースめっちゃお尻出ちゃうみたいなとかがあったんで<あ>、うん、すごいコンプレックスやったんですけど、はいはい、それをポジティブに変えるには仕事にするしかないかな。お<ー> モデルを志したのは、そうですね、そこですね。超素敵ですね。ありがとうございます。<や>逆になんか、学生時代からなれるって信じてました。もしかして。そうですね。結構諦めへんかったら何でもできるっていう精神で生きてるんで。素敵。超素敵。<laughs> そうですか。逆になんかモデルの仕事やってて、一番何が楽しいですかね。 やっぱりいろんな自分に出会えるっていうのが一番楽しくて好きなものってありますよねす派手なものが好きとかうん、うん、だけどモデルってこう個性を消さないといけない場面も多くてクライアントのイメージに。 あった私にこうチェンジされるんですよね。そうですよ、ね、髪型とかメイクでも全然違うし、ファッションも普段自分じゃチョイスしないだろうなっていうファッションが着れたりとかもするんで、すごい新鮮差、うん、があるです。すごいですね。逆にそのモデルやっててなんか、はい、これ私見たことない、私発見しちゃったよみたいなのってありました？そうですね。あの一回髪の毛をバッサリ切って でヘアショーのお仕事で髪の毛ばっかり切ってすごいブロンドヘアにしてもらったんですよ素敵で多分今の髪色と同じぐらいまではい真っ白じゃないですか本当にそうですすごいですねちょっとイメージはマリリンモンローみたいなショートでブロンドでみたいな<み>してもらった時が一番新しい、えーえー、めっちゃいいですね、うん、そんなそっかじゃあ結構まあモデルの仕事やってて。 もうずっと楽しい楽しいって感じなんですかね。うん、そうですね。大好きです。やっぱ生きがいなのかな、本当に。うん、逆にその中でも、なんかこれ困ったなとか、ちょっと辛いなとか思った時とか、逆にないんですかね、そういうのは。やっぱり、あの、体型維持が大変かなっていう。<ー>そうなんですやっぱ、お肌とかも、 大事そうですよね撮影の時にニキビとかできちゃうとちょっとめっちゃしゃいれますよねそう、ね、なんですよなんでできないように食事を気につけ食事に気をつけたりとか、うんうん、そのボディバランスがその点在写真とあまりにも違うとまた問題になってくるんで最近、えー、は大体たい同じような感じでずっとキープできるように心がけてて<う>いやもう私全然モデルとかじゃないですけどあのご飯何食べてます もう今はある程度こう筋肉つけられたんで好きなものを食べてます。<laughs> うんうん、あ本当ですはい逆になんか今からちょっとモデルなりたいよって言ことかってに、まあ、ご飯のアドバイスあげるとしたら何食べるべきって言いますとにかくタンパク質をとってほしい、ね、おタンパクンパク。<ー>あとジャンクなものはやっぱり避けた方がお肌に影響が出ちゃうことが多いのでビタミンとタンパク質はとにかく重視してほしいですね。 いいアドバイスちそっかで逆になんかそのモデルの仕事やっててわ恥ずかしいことやってもうたわみたいなそういうエピソードってありますそうですねモデルの仕事ではあんまり恥ずかしいって感じたことはないんですけどあのミスコ子の時に地方大会かな関東大会に出た時に。 スステーーージでパフォーマンンするシーンがあってみんなスポーツウェアを着てステージでこうダンスしたりとかお<ー>、まあ、ワイワイするような自分ダンスでやる、はいはい、舞台があったんですけどすごいテンションが上がっちゃって<う>で一人ずつトップに行ってアピールできる場面があったんですけどうん、うん、やっぱり。 記憶に残りたいじゃないですか。いや、もちろん。なんで、トップでみんなただポーズするとか、なんかダンスできる子を踊ったりとかするんですけど、私もダンスしようと思って。テンション上がってるし。ダンスして、自分の思い描いてたダンスをその場でしてみたんですよね。全然ダンスとかしたことないのに。へえ。ー。すごなんか、降りてきたんですよ。チャレンジ精神が。ダンスしよう。急に、本番中に降りてきてやって。で あの終わってからそのログを見てたらなんか全然思ってる感じのダンスじゃなくてしなやかにしなやかなボディラインをこう出すようなダンスをしたつもりやったんですけどはい、はい、すごいガチガチっていうかあのふにゃふにゃっていうかちょっとすごい見に来てくれた友達とかにも「なんやったんあれ」って言われて思<や>ってたのと違っ,たってちょっとちゃうかった。そう なんかありましたね <laughs> だから思いつきでの行動はたまにすごいですね <laughs> それもチャレンジ精神でねなつみさんのすごいいいとこだと思いますしすね,ねあの何やっててもそういう恥ずかしいことなんてね私もすってんころりになってみんなの前でパンツチラーンとか全然ありますけどねあります、ね、あります,ります、うん、そういうのがね、まあ、人生だと思うんですけどす、ね、逆にその常にそのモデルになるなんかにおいての自信ってどこから来てるんですかね やっぱり挑戦することね、はあ。やっぱりチャレンジ精神。はい。はあ、自信って自分のやってきたことの積み重ねでしかつかないものだと思ってて、か人からどんだけ褒められても、うん、多分自信本当の自信にはならないと思ってるんですよ。で、すごいやっぱ心から自信を持つには、うん、自分が努力したことが身を結んだとか、自分で自分に嘘をつかない。 なるほどっていういかに自分に対して誠実で真面目で努力家でいれるかが自信につながるんじゃないかなって思ってるのでやっぱそうですよねもうどんなにね自分なんか嘘で嘘で言ってもね、うん、そうにはならないですもんねちゃんと自分の芯から思わんといけないっていうのもそうですし。うん これからモデルを志したいっていう方は、まあ、まずボディメイクが一番モデルとしてもあの大事なんで例えばあの階段を使うとかエレカレーターとかエレベーターやめるとかもっと小さなことでもよくて例えば毎日5分だけスクワットするとかすごい小さなことでもいいんでそれを1週間続けるとか日にちを決めて目標短い小さな目標を作ることから始めてもらって。 それをちょっとずつクリアしていくあ<ー>自分に自信になる1週間ふわっと毎日できた自分すごいみたいで自分を褒められることが増えると自信につながっていくと思うので、うん、いいですねチャレンジしてほしいですねいろいろ素敵ですねやっぱりささいなささいなね小さな小さな努力がどんどん大きくなってそうなっていくんですもんね、うん、ね自信って難しいな難しい思う,なん,でそうなんですよ ね、お金で買えるものでもえないですしね間,に間違えない、うん、逆に最近のモデルの方となんかま以前のモデルの方のなんか違いとかってあったりします最近は結構あの今まではモデルってマネキンみたいなイメージがあったかなっていう感じなんですけどうん、うん、やっぱり時代がこう動画とか、うん、SNS とかってダウンやってきてるんで、うん、昔はポスター絵師画がメインやったんですけど 最近は結構その演技力とか、動きを求められる場面が増えてきたかなって思ってます。うん、表現力がより、うん、細かに求められるんですか、か顔の表情とかもそうですよね。はい。いろんな形のモデル増えてますもんね。そうです、ね。テラスサイズから、いろんな人種からって、うんうん、素敵やなあそっか、逆にモデルのお仕事について最終的にどうなってたいですかそうですね。まあ これまでもこれからもその、うん、いろんな自分を発見するっていう意味でもクライアントの要望に染まれるああすぐパッとねそうですね慣れちゃういや完璧ですねそこまでちゃんとお邪魔がな,んなっても <laughs> いや結構私も年上のモデルさんとか話聞きますけど、うん、いやもう全然何も考えそこまで考えてないよみたいないるんで <laughs> いや楽しみですね本当にそうです、ね、そっか,そっか逆になんか ポージングのコツとか、表情のコツとかってあります?。ポージングは、結構みんな難しいって、うん、あのウォーキングの講師してる時に、生徒さんから、ね、相談を受けたりとかもするんですけど。あの、すごいシンプルで、下半身と上半身と頭の組み合わせなんですよね。うん、で、あとは掛け算するだけなんで、うんうん、例えば、下半身で三ポーズ。はい。押しポーズを決める。えー、で、上半身で三ポーズ、押しポーズを決める。うはい、あ頭も。 まあ角度を変えたりとか、線変えたりとか、3ポーズずつ決めたら、これだけでもう9パターンできるんですよ。組み合わせを変えれば。確かに。そうなんですよ。なんかまず、難しく考えないっていうのが一番大事かな。あて。全然そんな、今度インスタ写真撮るとき、ちょっと考えるわ。ね。え<っ>ポーズがあるわ本当に、すごいですね。めっちゃ勉強になります、それ。いやいや、逆にやってみてください。い全然やります。<laughs> なんか、この場でいただいて,てた。<laughs> いやー逆にウォーキングはどうですすかかかねなんかコツとかありますウォーキングのコツはあの体幹ですね体幹,体幹を鍛えるっていうのがすごい大事であ、うんうん、私もあの初めは全然歩けなくて、うん、モデルも静止画ばっかりやったんでミスコンに出るまではそのウォーキングっていうのをまともにやってこなかったってか、うん、一番苦手で避けてきた。 分野キングスタイルね。はいはい。背が高い分普段全くヒール履かないんで、うん、もう百七十六あるんで、すごい。そうヒール履くと百八十とか百九十とか。正規パリコレで、えー。それがちょっと目立ちすぎるんですよね。うん、街中歩いてると。それがあの歩いてる同伴してる人になんか疲れさせるというか。へえー。そうなんです、ね。えー、普段自然浴び慣れてるけど、うん、やっぱね普通の身長ぐらいだったらそんな見られることってないじゃないですか。うん えー、そしたらあの、ウォーキングについてなんですけど、ごめんなさいね、たびたび。ウォーキングなんですけど、着物でのウォーキングと、ドレスにてのウォーキングとか、普通のウォーキング、支配的にどんな感じですかねうん、うん、そうですね。まず着物でのウォーキングは、うん、ボディラインが出ないじゃないですか。うん、はいはいはい。なんであの、軸がぶれないっていうのがすごい大事で、うん 逆にドレスはボディーラインが出るものが多かったりとか動きがあるものが多いんで、うん、しっかり腰をこう振ったりとかしてもいいしあ<ー>あのウエディングドレスみたいな大きいドレスやとそれもやっぱり軸が大事でそうちょっとの動きもすごい大きく,大きくなっちゃいますもんね。でぶれないっていうのはもう大前提で。 一番の違いも体の見せ方が<ー>違うかなっていうふうに思います。なるほどいいですね。ありがとうございます。なんかもうここまでウォーキングなの何なのって聞いちゃって <laughs> なんかいいスパイス頂い,いちゃいましたけどありがとうございます。逆になんか小さい頃からその人の前に立って写真を撮ったりとか、まあ、ウォーキングするっていうのは慣れてましたそうですね。結構長女ではい、はい、あの初孫。 楽しくて、すごい可愛がられてたんですよ。あめちゃんみたいにやめまくれますよね、本当に。そうなんです。なんで、人前に出るとか、そういう目立つ機会っていうのは好きな方だったかなって思います。もうちっちゃい頃からね、人前でね、写真撮られても、はい、ピースてちゃんとめちゃくちゃポーズしちゃうみたいな。え愛いい。いいですね。それはめちゃめちゃいい。いや、もうそしたら、 逆にそうだなあの、まあ、ソフトボールじゃなくてなんだキック、うん、名前が出てこないキッ,ックベースボール3年間やって <laughs>、はい、逆になんかそれのキャリアをなんかもう維持していこうってならずになんかモデルに走ったのがすごいなと思ってて今日、ね、ほんまにやりきったって思ったんですね自分の中で。そうですね <laughs> やっぱり やりきるまででにすごい大変ではい、はい、もうほぼ365日休みなしでトレーニングしてたんでああ部活って怖いって <laughs> ねそうなんだけどで、こう思った結果、まあ、ある程度思った結果にはつながったかなって思うのでそれより上を目指すっていうよりかは新しい人生を過ごしてみたいって、あのー っていう方がアレンジですね。そうですね。変更したっていう感じですね。ですね。逆にまだなんか趣味とかでスポーツとかやったりします？そうですね。結構体動かすのが好きなので、あのジムで筋トレしたりとかします。はいはい。あとキックボクシングが好きで、キックボクシングもなさってるんですか？うん叩かれたるも本当に。ええ平気です本当に。マジですか？はい。どれくらいやってるんですか？キックボクシングは。そうですね。なんかそのたまに。 なんで、コンスタントに週何回とかっていう感じではないんですけど。うん、そう、初めてキックボクシングしたのが五年前とかですね。おお、そうだったんや。は、ね、いや。五年、五年前初めてやっても、まだ続けてる。強いです。あ、これは。うん、ストレス発散になるんですよ。なります。うん。ええー。やっこう。うん、サンドバッグを殴る。しかしたことがなくて。こうはい、人相手にとかは全然したことないんですけど。はい、はい、は,いはい、はい。 トレーナーさんにミット持ってもらったりとかサンドバッグ殴ったり蹴ったりとかがもうほんまにこうストレス発生ですねいってそうですねいやすっきりしますすっきりすっきりするレベルやからほんまに強いよやなこれほんとにそうですねあんまり鍛えてない方とかやったら結構いけると思いますうわ男性の方気をつけよ本当に。もう気をつけてくださいに危ないでいやもう逆にその スポーツから美容に移ってネイリストの起業とかもされてるってお伺いしてたんですけどそのネイリストさんに至ったのはなぜっていうのがちょっと気になって思ってそうですね高校生ではおしゃれしたいっていうのが一番の目的今ねっほは勉強すべきなんですけどいや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 もうやりたいことねやってで高校入った時は CA になりたくて高校一応選んだんですけど やっぱおしゃれしていく中で、すごいネイルが好きなことに気づいちゃって、<ー>でそこで進路変更して美容学校に進んだんですけど、すごいネイルが好きになったんですね。そう,そうですね。結構長くいっちゃってました？結構やってましたね。本物にマイマックスぐらい。あやってやってました。したそれぐらい。すごく。ガッチリもんじゃないですか？そうなんですよ。自分ねあの当時から、はいはい。百均とかでスカルプの道具とか売ってたんですよね。<え>そうなんですよ。 今最近だとジェルがそうですねってるんですけどもうそうですね10年ぐらい前あったんですねありましたカルプだけねでそれで初めてやった時に「ちゃ楽しい」ってなってもいしから始まって高校3年間でいろいろネイルしていくうちにそっち行きたいなっていう素敵そうだったんですねんか急になんかもうモデルからネイルみたいなの流してたからなんでネイルだなと思ってたら そうなんでうなんでですすがあったんですね,そうですねいいですね逆にネイルをやっててな何が一番楽しいですか、うん、やっぱりものづくりっていうのが好きで<い>何かを成し遂げたりとか何かを作るっていうのがすごい好きなんですよ。お料理とかも好きなんですけどネイルもその一つで何もない状態にすごい装飾を施して仕上げるっていうその過程がもうすごい。 最高に好きですね。<前>どれくらい自分でえこれ独学じゃなくても学校行かれてたと思うんですけど、はい、計どれくらいやりましたネイルは？ネイルはその初めて高校生の時にしてからもう入れると十何年プ？プロ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 なる本当にネイルやって本当に何ぼでも洗う。<laughs> そうかじゃもう自分のネイルとか自分でできちゃいます？そうですね自分でやります。 結構そうなんですよ。もう、金もかからんし、可愛いなれるし、みたいな。一石二鳥ですね。しかもね、夜中に急にしたい時とかあるじゃないですか。ある。できるのがめっちゃいいなって。こっちなんてもずっとイライラしてますもん。はい、したいわ。とか剥がれてきた。とね、役とか言ってすごいもう自分でもガーやって。そうですね。どれくらいかかるんですか、ネイル。もう、そのデザインによるんですけど、もうシンプルなやつやったら全然1時間ぐらいで。あ、もうパートできちゃうんですかそうですね。 終わります。素敵,素敵ですね。ね本当になんかやること全部モデルだったり、ウォーキングの。いやもうなんか、<laughs> ドキドキしちゃってますもん、私。いや,いやいやいや、すごいですね。逆にその、なんだ、ネイリストとして、まあ。起業しようっていうのは、うん、もう一人でこれされたんですか。そうですね。強い、よかった。<laughs> 本当に。え、なんで一人でやろうと思ったんですか。 その21ぐらいの時に上京したんですけどそ、うん、の時はモデルで頑張りたいと思ってその前に専門学校出て1年ぐらい就職してたんですよあのネイルサロンで。で1年経ったしもう上京しようっていうことで上京してから3年ぐらい頑張ったんですけど自分の求めてるモデル像と世、はい、の中がもう私に求めるモデル像がちょっとは離れてて。 当時からやっぱメイクは濃いのが好きやすい、髪の毛もずっと明るかったんで、うん、その時で背も高くてはい、はい、だったんですけど、まあ、当時求められたのはもうちょっと、うんうん、メイクは濃すぎないっていうか<ー>薄い感じのなんかう簡素な,なんかもうシンプルなね。 髪型とかもその派手な髪じゃなくて、うん、まあ地毛こういう黒髪とかが、うん、多分求められててなるほどそこのなんか相互がすごくあってで思ったような仕事ができなかった、うん、自分がやりたい仕事ができなかったっていうのと、うんまあ、単純に目が出なかった、うん、っていうのを23ぐらいの時23年,年頑張ってちょっとこのままできついなっていうのを感じ出して。はー であの貯金があったんで、はい、まず血に足つけようと思って<お>でネイルサロンを出しました。素敵です24の時ですねいや結構23年やってもいや俺まだ頑張れるわってもモデルどうにか頑張ろうみたいになる人もいるのにもうす,す,ぐすぐ次動こうみたいなそうですね <laughs> すごいあの判断力ですよねしかも一人でなさりたんですよね。ねはい 他に別にパートナー作ってとかじゃなくて。はい。いや、もう、ステップ的にはどんな感じで始めたんですか、その。もう、東京に、まず、ネイル関係の知り合いが全くいなかったんで、はいはい。あの、ググって、お<う>で、ネイルサロン開業の仕方。うん。いろいろググりながら、あとはもう手探りですね。手探りはい。もう、自ら一つ一つ、そうです一つ一つ。ある程度、あのー、まあ、 すごいおしゃべり好きなんで、はいはい、お客様、うん、もうこういう感じのお客様が来てくれたら嬉しいなっていうのをまず決めて、<ー>そういう感じのお客様がよくいらっしゃりそうな地域を絞って、はいはい、で、物件決めちゃえば、あとはもうやるしかないって感じだったんで。マーケティングとかどうしたんですか、それ、ね、もう、あの、地道ですね。地道に、例えば、 もうググれる時代やったんでググってあの飲食店とかネイルサロンの数を調べてネイルサロンが多いってことはやっぱそれなりにお客様がいるっていうことなのでそうですよねっていうのをまず見たりとか、うん、あとそのネイルサロンの価格帯とかうん、うん、口コミの数とかっていうのは結構もうグーグルでマーケティングをしてたっていう感じですねすすいででに努力家ですよね。 ややるしかなかなったい<や> <laughs> で,できんの普通うちも、えー、誰かネイルやってる友達「おらんかな、うんまあ、この子に聞いたら」とか、うん、じゃなくてもう自分で見つけて地域まで全部見つけて、うん、そうですねで逆に怒られたお客様とかびっくりされますよねそんな一人でやっとってそうですね当時深かったんでうん、うんうん はいえーとまあ、ネイルのお話だったんですけどもネイルあのこれ質問だったんですけど夏美さんにとってあのネイルってどんな影響力をもたらすものやと思ってますそうですね、はい、やっぱり日々のテンションを上げてくれるものあもうそうなってそう手元って意外にすごい視界に入ってて爪なんてこんなちっちゃいのにって思われる方もいると思うんですけど。 ほんまにすごい視界に入ってるんですよ。だから、その爪がかわいいと、なんか嫌なことあったな。へえ、爪かわいいってテンション上がっちゃうし。いますよね。そうですね。もう、毎日をこう、ポジティブに元気にしてくれるものっていう意味ですごい大事。 いいですねなんかもう魔法の力を持ってるね、うん、ちょっと些細な日常のほんまにそうやと思いますいいですね男性も最近はねネイルされる方も増えてますいいしいほんまになんかやっぱ爪が綺麗だやと清潔感はありますよねあるここ何も塗ってなくても整えてるだけでねんなんで全人類にとって大事やと思いますあ全人類まで来てるのかな、ねね、いみんないや逆になんか かみんな髪の毛やったり、うん、あの靴足元だったりってってネイルって順位的にどこに来るんですかねそうですね難しいな、うん、全部大事なんですけど、うん、なんかその時々によるかなっていうのも思うんですけど、うん、大変な時ほど順位は高いかなって、うん、<ー>日常がすごい忙しいとか もう世話しない余裕がない時ほどネイルがこうちょっと余裕を与えてくれると思うんで一つの癒しですよね。そうですね。うん、な,るなるほど。はい、ありがとうございます。逆になんかネイルでなんかいいことあったなとかもたらすいいエネルギーじゃないですけどなんかポジティブなことって何ですかね。うんうん、そうですね。あのコミュニケーションが増えるツールの一つかなっていうのも思ってて。うん 例えば、海外旅行行った時も、全然言葉が通じなくても、ネイル可愛いねって、なんか言われることもあったりとか、<ー>こう、まあちょっと、例えば美容室とか、飲食店とかでも、ネイル素敵ですねって褒めてもらえたりして、こう、一つのコミュニケーションが増えるきっかけになるかな。いいで、確かに私もこうやった空港でめっちゃ、ギランギラの長い爪の子いて、うん、もうそれだけでうち話しかけに行こうかなって。そうですよね。なりましたもん。 確かにねちょっと写真撮らせてみたら気分になりますよね真似したいみたいな真似したくなりましたよ、うん、確かにそっか、うん、そうですよねいやいやもうなんかいろいろそのネイルだったりとかビジネスだったりとか、うん、いろいろなんかもう学ぶことたっぷりでねもうすっごい頭の回転が早い方っていうのは、ね、もう全然わかるんですけどもなんか最近弁護士じゃなくて何でしたっけあ、行政書士あ、そうです、はい、行政書士 これ,もこれっってて何なんんでですすかね行政書士始めたた聞いたんですけどあの今勉強を始めたんですけど行政書士はあの法律の国家資格の一つで弁護士さんが一番みんな知ってる法律の資格かなって思うんですけど、うん、弁護士司法書士で行政書士っていう順番かな難しさ的にうん、うん、っていう感じで、ま、町の法律家って言われるお仕事で。 こう弁護士さんとか司法書士さんちょっと一般人的には敷居が高いっていうかなんか気軽に相談に行きづらいイメージがあると思うんですけどそうですよね、うん、行政書士はもうちょっと身近な感じで、ね、<ー>例えば役所関係の手続きとか登録とか申請とかそういう手続きのサポートをしてくれるっていう、えー、争い事以外のそういう法律関係の手続きとかはできる。えー お仕事ですね。はい。いやそしたら行政書士になろうと思ったきっかけは何だったんですかね。そうですね。あのコロナ禍でネイルサロンをあの緊急休業要請休休業要請コロナ禍でネイルサロンの休業要請が出たときに急、はい、に一ヶ月半仕事したらあかんって言われたら、はい、ちょっとびっくりするじゃないですか。うん、でも 逆にそんなに長い間仕事をしない、9月半も仕事をしないことって人生でなかったんで、なんかチャンスやなと思って、はい、新しいことがしたいって思ってたんですよね。<お>で、そのいろいろこの国のそういう手続き、休業要請出た分、その、まあ、給付金とか、そういう補填してもらえるものとかもあったりしたんで、行政と関わる機会がぐっと増えて、ってなった時になんかこう、日本の ルールって法律じゃないですか。野球野球する人はまずトレーニング、バッティングとかじゃなくてルールから勉強すると思うんですよ。はい。だからもう何でもスポーツってまずルールを勉強してから磨いていくと思うんですよね。でも日本で生活してって税金も納めてルールを守って暮らしてるはずやのに日本の法律であるルールは全然勉強したことないなっていうことに気づいて。確かに。そうなんですよ。 でその1ヶ月半休んだ時とかコロナ禍でのいろんな、ま、国のそういうサービスとかで知らないともらえないっていうものとかも結構いっぱいあったりして。ありますね。ね給金とかも申請の仕方だったりとかそうですよねす勝手にもらえないじゃないですか、うん、なんでちゃんと申請しないととかそういうサービスがあるっていうのを知らないと利用もできないしとかでいろいろ調べていくうちに ルルール知らんなみたいな法律なんで勉強したことないんやろってなってでどうせ勉強するんやったらやっぱ形に残したい結果が欲しいっていうか、うん、目標を作りたいってなった時にちょっと弁護士はやっぱりハードルがもう法律の何かを読んだこともないものなんで、ね、なんでまあ一番取っかかりやすい強制書士から始めてみようかなっていう。い こうもめっちゃ難しいです,ですよ説、ね、<laughs> っとかかりやすくなかったんですけどやってみたらでもやっぱりこうルールを知るっていう意味では面白くてあこれって法律やったんやとかっていうのもあったりあと日本語をこうちゃんとなんか使うとこういう表現になるんねやとか、うん、この漢字全然読まれへんとかいろ <laughs> んな,なんか発見があって。 すごい楽しくて。えーはい、逆になんか行政書士で最近学んだことってあります多分みんながまだ知らなさそうで。みんながまだ知らなさそうなことか。あそうですね。みんながまだ知ら、うん、そうか。うん結構、身近な法律とかだと、あの、成人の年齢が引き下がってとかは、あ ニュースになる前ぐらいからちょっっと知ってましたねなんかやっぱアンテナ張ってると「あ変わるんや」とかっていうのは分かってたり、えー、なんか日本語で学ぶことが結構まずそっから入ったんであとそれ法律の中での悪意とか善意って、うん、その普通の悪意って悪気があるみたいな感じやけどそうじゃなくてあのえっ、ー、と何て言うんやろうな悪意 法律のだでら「悪意」みたいな,みたいな、ね、知らずにやってたら善意やし知ってやってたら悪意やしみたいな感じ<ー>だったりとかちょっとニュアンスの違う使い方をしてる日本語があったりとかもしていやもうそれも学びですよ今もそう難しいけど面白いんですよねなんか、うん、すごい そんなんも知らんすもしら調べやんとわからんもん。だから初め、その法律読んだ時に何にも意味がわからなくて、いやもう入ってけえへん。えやなびっくりしました。すごいな。逆にその、なんだ名前が出てこなかった。えっ、ー、と、行政書士そう、行政書士。行政書士になったら何がしたいですかなんか。そうですね。あの、これから、 結構時代的にもっともっと女性が活躍する場面っていうのが増えてくると思うんですよ。であの、まあ、ミスコンともつながる部分があるんですけどやっぱり一律した女性を応援したいっていうのがあるのであの、まあ、私もまだまだなんですけど私の母がその母子家庭で育ててくれた時にやっぱり女性がこう社会でバリバリ稼いで育児もしてっていうのは。 すごい大変やなっていうのを肌で感じてきたっていうのがあって。んはい、なんで、こう、女性が自分の足で立てるように、例えば、開業したいとか、起業したいっていう子がいたら、その起業のお手伝いとか、うんそういう、まあ、いろいろ行政関係の、まあ、架け橋。いいですね、はいう。ほんまに知らずに生きてることってすごいあるんですよ。損しちゃうから、 だそういう女性を応援できるような役割になれたらいいなって思ってます。いや、りかっこいいですし、ね、そもそもなんか、そういった方でまだいっぱいいるわけじゃないじゃないですか。そうですね。いや、もう本当に夏美さんみたいな人がね、その起業とかに携わってくれればね、より女性のね、起業家とかが増えてくるんじゃないかなって、そうですね。めちゃめちゃ思いますね。うんうん、逆になんか男性の なんだその起業家となんか女性の起業家違いとかってあるんですかね、うん、そうですねまあそんなにはないと思うんですけど、うん、一番違う部分ってやっぱり女性はホルモンが毎月こうバランスが乱れるホルモンのこの上下が激しいっていうかっていうのがあるんでメンタル部分が結構違うんじゃないかなっていうのは思ってます。 そう男性になったことがないんでわからないんですけどそうですよね,ね <laughs> もちろんでもやっぱりこう、ね、女性はその毎月リズムがこうブレる中で、うん、仕事のメンタルをキープするっていうのがやっぱ難しい時ってあるじゃないですかありますわ意味もなく泣けてきたりとかなんか原因はないけどイライラしちゃったりとかっていう中で 平常心を保つながら、冷静にビジネスをしていくっていうのは、かなり強いメンタルがないと。厳しい。すごいですね。じゃ、夏美さん、その強いメンタルに、まあ、強制処置というルールも分かった上で。女性をサポートするっていう。できたらいいですね。完璧ですよ。うん <laughs> <laughs>、憧れです。でも、憧れなんで、まだね、叶ってはないんで。言われのように。わかります。なんか、んかそしたら、強制処置にね、まあ。な。 なるっていうかまあなってそののそ後のゴールとかってあります何か数年後にはこうなってたいとかそうですね、まあ、試験自体はまず今年受かれるように今年で4回目なんですよっう<お> <laughs> あれあれ <laughs>、うん、なんでさすがに今年こそっていうのは思ってて結構やっぱ仕事しながらやと勉強時間が直前で割かれたりとか。 やっぱ仕事が立て込んで勉強の時間が減っちゃってとかっていうのがあったんで、今年はちょっと確実に勉強時間を確保してを受かろうと思ってます。じゃあ報告待ってますんで,ですね、インスタとかにあげてくれます？あげますあげます。ます <Yes. S 2> はい。こういったのをめちゃくちゃ自慢します。すね、やったーって。あ <laughs> ま自慢してください。私もそんな絶対普通の人そんな取ろうと思いませんもん。<laughs> そうですね。うん、本当に。 そう、それでもし受かったら、例えばその勉強の仕方だったりとか、例えばみんなにもっと身近な内容の法律とか、そういう内容を SNS でシェアできたらいいかなっていうのはまず思ってて、そう、さっき話したように実際に行政書士としての活動ももちろんしたいんですけど、もうちょっと SNS の発信の仕方を 変えていいいいいけたらいいかないいですね、はい、よりよくなんか他の方が分かるようにっていうね発電方法をしていただければ、うん、もっと広がるかと思いますしそうですねそうそう資格結構最近資格を取る人が増えたっていうのはコロナ禍で目にしたことがあるんですけど私もすごい昔から資格取るのがすごい好きなんで、えー、その自信をつけるっていう意味でもやっぱ資格って成し遂げた。 ことの一つじゃないですかもちろん,なんで資格の勉強の仕方とかっていうのはみんなのなんか知りたいことっていうかうん,なんか気づきになってもらえるんじゃないかなっていうのを思ってるんでまずは自分がいろんな勉強方法をトライして受かればの話なんですけど。うん なんか受かりますって。受かりますよね。ます頑張りは。ほんまに、これで怒ってたら、みんなどんなやつ。<laughs> じゃあ、また、来年同じ内容で流すの、またまた流すよ。今年こそ。あにだみたい、やめて、今年で受かりましょう。<laughs> ほんまに。ほんまにね。いや、でも、こんなにいろいろやってて、なんかもう一つ一つ。なんか、きちんと成し遂げてる。夏つさんにとっての。なんか、物事を成し遂げる。って、夏つさんにとって、どういうことなのかなと思って。 うーそれこそ、なんかそれが人生なんじゃないかなって思ってて、多分、何も成し遂げるものがないまま暮らしていくって、かなりしんどいと思うんですよ。うん、自分に自信もないし、何も残らないし、自分って何者なんやろっていうのも分からんくなっちゃうんじゃないかなって、究極は。なんで、こう、一つ一つ自分にミッションを与えて、こなして、でやっていくのが、 生きるっていうことなんじゃないかなって。最近は。<laughs> 深い。もう深い。<laughs> そうね、生きてるだけでも、なんか成し遂げてるもん、な名前。毎日生きしてても、もう偉いし。確かにね、外に出たのも偉いし。<う>起き上がったのが、まず偉いですから、もう寒いのにね、布団から出て。生活しようって思ったのも偉いし。 いろんなね、こう成し遂げることの積み重ね、それが人生なんですよ、ねうんうん、素敵な考え方もお前、何やねんこれ。<laughs> いやもう逆にこんなね、素敵な考え方も地道にいろいろ学んできて、この思想に至ってるかと思うんですけども、なんかなんでそんなに学びについて、まあ知識についてハングリー精神がそこまであるのかっていうのが気になってて、ああそうですね、あの。 もともと性格がすごい好奇心旺盛、はい、なところがあってでかつ飽き性なところもあるんで常にやっぱこうフレッシュな気持ちでいたいうーんあんまり自分自身にマンネリを感じたくなくてなんでこうなんか自分最近退屈な人間やなって思ったら何か勉強して新しいエッセンスを取り入れたりとかっていう一つの まあツールが学ぶ。<ー>っていうことかなって思ってます。かっこいい趣味ですね。<laughs> 趣味に流行って思ってるんですもんね。はい、そうですね。学びが趣味ってすごいですね。楽しいすなんかもう私も結構本読むのも結構めんどくさいなとか思ってますけど、うん、そういうふうに考えるとね。なんか毎日知識増やしてって損しないですもんね。そうなんですよ。いいです。 そしたらね自分の中身が増えてくると出会う人も変わるし、まあ、変わるってか新しい人とおしゃべりができるようになる新しい世界の人となんでそので、まあ、絶対に損はないし、うん、もうプラスなことしか,ないしかも楽しいし学んだことがその資格として手元に残ればそれもまた自分にいいものが残るし。 もういいことしかないですね。いやーなんか、こう、なんか全部を全部でひっくり見て、なんかポジティブやなっていうのがすごい伝わってて、うん、なんか、なんでそこまでポジティブでいれるのかななんか、普通やったら、なんかみんな、資格取る、めんどくさいなーとか、もう勉強したら、いや、どうせ忘れるし、みたいなことがいっぱいおるんですよ。<laughs> はい。なんでそんなポジティブでおられるんですかで全然、めんどくさいと思うこともいっぱいありますし。うん なんかもう本読みたくないなみたいな日もあるんですけど結構こう周りを巻き込んじゃってるっていうか新しいことにチャレンジするときに結構誰かにこう宣言したりとか行政書士の勉強をするならその行政書士の先生に勉強を教えてもらったりとかもしてるんでこう人巻き込んでる分中途半端にやめられへんとかんポジティブにやり続けないと。 諦めることになっちゃうんで人を巻き込んで自分を振り立たせてるみたいなところはありますいいですね逆に何か成し遂げようって思った時に誰かに言った方がいいんですかね、うん、そうですねやっぱり有言実行する人ってかっこいいじゃないですかいや確かになんでそれこそ SNS に例えば資格取ります資格の勉強始めましたって書いたら途中でやめるわけにはいかんな って思うんですよ<ー>もう書いただけやりきらんなみたいな,、うん、なんかそれが自分の発言に責任を持つってことなのかなって思うんですけどなんで自分に正直でいるためにもやり遂げるためにも書く言う宣伝するみたいないいですねいやもうこんな学びをも趣味とか言ってますけどもこれなんか もっとなんか些細な趣味とかないですかなんかしょうもないですけどなんかアクセサリー探しが趣味やとかカフェ巡り趣味ですみたいなあ<ー>そういうのってあります一番の趣味は旅行なんですけどコロナ禍であんまりね旅行もしづらいっていうのもあってあの勉強に走ったっていうのがあってと最近はあの運動運動もずっと趣味でやってきたんですけど最近サウナにはまっててお いいタす,、ね、す結構、えー、すごいお肌が綺麗になるんで、うん、サウナのいいとこって何ですか？リフレッシュできる？リフレッシュできます。そうですね。大体どれぐらい入ってるんですか？サウナ。私すごい頻度で行くんで、あのジムにサウナがついてるジムに通ってて、なんで結構週四とかで行ってるんで、週四 <laughs> <う>。さ、サウナに？そうなんですよ。 週運動してサウナ入って帰るみたいな感じなんで<ー>いつもは1セット、えっと0分15分ぐらい入って水風呂入って休憩しておしまいっていうだけにしてます<ー>あんまりやりすぎてもよくないかなあそうですよね、はい、いやもう運動したらもう汗だくだくでそっからサウナ入ったらもうバテてまいそうですけど初めはちょっとしんどいんですよ入ったばっかりの瞬間は暑いし苦しいしみたいな。 でも水風呂入って落ち着くとすごい体がすっきりしてますへえー、そうなんやなすごいリカバリーになってるんじゃないかなって思ってます、えー、ちょっとうちもサウナチャレンジしようかな、えー、おすす、はい、楽しいですほんまにはい、いいですね逆になんか先ほど旅行とかも結構好きって聞いてて今、うんまあ、ぼちぼちなんか旅行さ海外旅行とかもされてるってお伺いしてたんですけど今まで行った国で一番どこが 印象残ってます。楽しかったとか、私一番好きなのは、あのタイのプーケットが好きでした。みんななんかタイ、今、最近行ってますよね。あ、そうですか。本当に周りのめっちゃみんなタイ行ってますけど、羨ましい。何が楽しかったですか？タイ。やっぱりあの気候もいいし、暖かくて、で、海も綺麗し。 夏見って字のごとく海南国大好きなんで<ー>何よりやっぱ南国っていうのがまず嬉しくてで海も綺麗なのも嬉しいしかつプーケットはあの繁華街があってそこは結構海から近いんですよね、うん、なんであので夜遊びも楽しいし<お>でタイの人もすごい朗らかっていうかへえ<ー>すごい親切で明るくてもうハッピーな人がすごい多かったんで すごい癒されますいいエネルギーやなそうですねほんまに、うん、そんなのうち全然行ったことないから分からんかったんやけど海綺麗なんやなぁ海綺麗かったですへ<ー>まあ南国って感じそうか<で>いいね、うん、逆になんか国内とかでどっか面白かったとか印象残ってる場所とかあります国内はもう圧倒的に宮古島が好きですうわ よ宮古島まだ一回しか行ったことないんですけどお<ー>あのやっぱそれも海が好きでっていうのが理由なんですけど、はいはい、宮古島の海はもう抜群に綺麗で<ん>もう国内でも一番綺麗なんじゃないかなって思うぐらい沖縄よりもえもう全然あの、えー、色が違うっていうか、うん、ほんまになんやろな海外の 離島に来たたぐらいの綺麗さでしたやばいかなかこれは、えー、もう、えー、あとサンゴ礁がすごくて、えー、なんかグレートバリアリーフみたいな感じってツアーのガイドさんが言ってました「<あ>似てるよ」って言って、えー、すごい七色もいろんなカラフルなサンゴがいてもうそれを見てるだけでもなんか癒されます えー、かわいい、なに、これ。三、えー、を見て癒されるってなんやね、ほんまに、えー、それまで綺麗ってことよな。ずっ、えー、と潜ってて、お尻めっちゃ赤く焼けました。えーえー、もう、背中なんか。出てるから。もう、ぐらい。もう、めちゃくちゃ気持ちよかったです。そうなんや。いや、なんか、こうやって旅行、い、たびたび行くみたいですけど。旅行行くことによって、なんか、学べることとかあります。なんか、学んできてます。 そうですね学びっていうよりかはあのリフレッシュ、うん、ご褒美、うん、っていう感じでやっぱ新しい空気を吸うことで、うん、こう自分をマンネリさせないという意味では、うんうん、ちょっとなんかフレッシュな気分になれるのもあるしうん、うん、やっぱこういろんなところに行くと会話の引き出しも増えてくかなっていう確かにいろんなもの置いたことあるよってね。てうんうん、確かに<で>、うん 旅行はもうなくな、できなくなると辛いですね。辛いですね。なんはほんまにつらかったで。ほんまにつらい。うん、え、逆になんか、今後、ここ行ってみたいよっていうところってありますそうですね。もうすごいたくさんあるんですけど、あの、メキシコの方とか、カリブ海とか。 あのイタリアとかシチリア島の方とか、うん、やっぱり全部海海,、ね、<laughs> 海がね最初できい。<laughs> いやあやっぱうもう夏美ちゃんもう海ですもんね。海です。が入ってますから。夏海なんで。マジないですね。<laughs> いいですね。えそうしたの。Hi, welcome to bij biginjapanofficial.com. If you want to see more content like this, make sure to leave a like, share, leave a comment, and of course subscribe. See you in next video. Bye bye.